ラットモビールは日本のセガから発売され1991年2月に稼働開始されたアーケード用レースゲームシステム基盤セガシステム32搭載の第一作目行動を使用してアメリカ合衆国を横断することを目的としている専用筐体を使用しておりセガが1980年代から アーケードゲームとしてリリースし続けた一連の体感ゲームの一つに含まれる。開発はセガ AM2 が行い、ゲームデザインは同社のアーケードゲームアウトランやアフターバーナーを手掛けた鈴木博士、音楽は同社のセガマーク 3EO ソフトエイリアンシンドロームを手掛けた長井和彦が担当している。同年7月には最大4人までの通信対戦が可能となった。 アーケードゲーム、ラッドラリーがリリースされ、1994年にはゲールレーサーのタイトルでセガサターンに移植された。本作のアーケード版は2020年に発売されたアストロシティミニに収録された。アーケード版はゲーム誌、ゲーメストの企画、第5回ゲーメスト大賞にてベストグラフィック賞で5位を獲得した。ゲーム内容は行動を舞台にした記号法レースで、 アメリカ合衆国の横断がゲームの主な目的である。西海岸のロサンゼルスからスタートし、ラスベンガス、シカゴなどといった都市を州をまたいで通過しながら、最終的にはニューヨークを目指す。敵車との順位争いの要素も含まれており、レース中は頻繁に順位が入れ替わる。画面はコクピット内からの視界で固定である。ステージはターボアウトランと同様、 一直線で銅の分岐などはない。例外として、ステージの終了直後にあるハイウェイのような道で、ショートカットルートに入れる場合がある。ステージの終わりにはチェックポイントがあり、通過すると、ステージクリアとなる。その後しばらく走行すると、次のステージの始まりを表すチェックポイントが現れ、これを通過すると次のステージが始まる。 制限時間が設定されており、ステージ終了のチェックポイントを通過すると、残りタイムが増加する。時間が例になると、ゲームオーバー。また、ステージとステージの間の道ではタイムが減少しない。コース上を走行している一般車に激突すると、通常は多少減速するだけだが、スピードに差がある場合はクラッシュして一時走行不能になってしまう。さらに、対向車線の一般車に、 正面衝突した場合は、自社が大幅にひしゃげ、長時間走行不能となる。敵車もボンネットから煙を吹き出しながらスピンしクラッシュする場合があり、その後しばらくの間停止している。この間は簡単に追い越すことが可能である。ステージによっては、夜間や降雨、霧が発生している場面があり、極度に視界が悪くなることがある。こういった場合は、筐体のワイパーボタン、 ライトボタンを状況に応じて使用する必要がある。特定のステージでは、後ろからパトカーが追いかけてくる。ロードブロックを行ってくる場合もある。これに追いつかれると、自社の前に警官が現れ、ボンネットを手で叩き潰して壊していく。この前後は、かなりの間走行不能になるため、パトカーに捕まると制限時間的に、かなり不利になる。 順位が1位になった場合、画面にメッセージが流れ、音楽が1位専用の音楽に切り替わる。この音楽はトップを走っている間ずっと流れ続けている。制限時間切れでゲームオーバーになった場合、クレジット投入でそのステージの始めからコンティニューができるが、この際のタイムは少なめに設定される。ステージ20を最後まで走り切るとエンディングになり、ゲームオーバー。ただし、 ショートカットルートを一度でも使用してクリアするとエンディングに警告メッセージが出るようになっている。本作には可動式の専用筐体が使用された。アウトランに近い形式の筐体で黒い車を模した専用筐体が左右に傾くようになっている。そのためステージ内にバンクなどが配置されるなど専用筐体を活用させる試みがゲーム内に盛り込まれている。また、 R-360 に対応したバージョンも存在する。1991年7月に稼働開始された。ラットモビールとデザインや挙動が共通しているが、こちらは非稼働型筐体がメインであり、最大4人での対戦を主体としている。その関係か、バックミラーが広くなり、後ろの状況が把握しやすくなっている。ゲームを始めた直後に、夕方、雨、山、 夜の4つの中からいずれかのコースを選んでスタートする。1人でプレイする場合は、スペシャルと表示の出た白い車との1対1での勝負となる。このスペシャルに勝利した場合、もう1回無料でプレイできる。ギアチェンジやスリップストリームなど、ラットモビールよりも細かい運転が可能になっている。視点が低いこともあり、ラットモビールよりもスピード感が増している。 ゲールレーサー部隊はアメリカ。プレイヤーは誰もが羨む地上最速のドライバー。次々に伝説を作り出す走りは人々を驚かせる。そして最速の称号ゲールレーサーが走り屋たちから送られたのだ。しかし数年の月日が流れるとゲールレーサーの名を語るドライバーが増えてきた。そこで一通の招待状がプレイヤーに届けられた。ゲーム誌。 ゲーメストの企画、第5回ゲーメスト大賞において、ベストグラフィック賞で5位、年間ヒットゲームで22位を獲得した。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは、6.65.4の合計21点、サターンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通り、19.4点となった。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。 ゲールレーサーに関するカテゴリー、ありがとうございます。